さて早速イベント始まりましたね。これはパラディンのクエストに出てきたジェニア、このキャラクターズファイルという形でこのキャラクターにスポット当てた物語があるそうなので早速やっていきたいと思います。すごい懐かしいね。ちょっとたくましくなったんちゃう。故郷の集落に戻って暮らしていた。で、気になる噂が流れてきた。これズーボーは出てくるのかな。そこだけがね、気がかりでね。英雄がガートラントに姿を現した。黄金のパラディン。一瞬ズーボーかなとかね思ったけど、さすがにそんなことないか。いつかね、あの辺り亡くなったキャラクターも復活すればいいかなとか思うんだけど。ごっついパラディンになること、それが夢。黄金のパラディンを探しに行かないかということで、早速行きましょう。情報収集、とっておきのステガル。教会裏にザップがいる。プクリポの情報屋、行きましょう。教会裏、今現在プレイしてるのはもうバージョン5始まる数日前っていうね、そういうようなタイミングなので、ここら辺をねすっきり終わらせて、バージョン 4.5 までのね物語終わらせて、バージョン5に進めていけたらなと思うんですが、さてさて、では早速移動しましょうか。では間もなく目的の場所到着です。あそこのプクリポかなと思ったらこっちか。怪しげな姿のプクリポ発見。どうやらコウニも一緒。どういうことだ。ああ、ジェニアのことか、コウニって。小さいおっちゃん。黄金のパラディンのこと。情報量1000。3ゴールドしか持ってない。払う気もともとなかったっていう感じでね。お金渡して、海賊のアジト跡の奥。わあ、懐かしいな、ここら辺。昔よくねそのそばで経験値稼ぎをやったような記憶がある。じゃあ移動しましょうか、ギルザット。ではギルザット地方のこの場所、海賊のアジト跡、これ下に確か入るんだと思うんだけど、ここでいいのかな。中に入りましょう。多分さらに先に進むようなね場所のはずなので、ここもさらに行きましょうか。ここら辺で骨の敵を結構倒してたようなね記憶が。686。昔はこういうところでもね経験稼ぎができていたんだけどね。あとねドロヌーバー600とかね、結構多かったりする。では移動だけやってきます。では目的の場所まで到着です。早速中に。戦闘になるのか。とはいえ、そっかそっか、これクエストレベルどれぐらいなんだろうな。もう適当に魔物を連れてきてしまったけれども、これ下手するとクリアレベル高い可能性があるんでね。でもキャラクターズファイルだとそこまで高くないのかなっていうね気もするけど、実際どうなってるのか。黄金のそっかそっか、これ黄金だからこれが伝説っていう話になるのかな。やっぱりそういうようなあれだね、そういう認識をしてしまってる。違うのか。んで、これは普通の敵か。なんだろう、あのプクリポ嘘の情報を言ったとかそういう話になるのかな。
サヤル地下組織の首領、早くも首領が出てきてしまっている。誘い出された。確かな筋の情報どうなんだろうね。そういう風に流したのか。ああ金でいくらでも操れる。どうなんだろうな。あのプクリポがもう金で買収されたのか、それともそうじゃないのか。でもたかだか一人のオーガをなんか捕まえるためにね、こんな大掛かりなことをする必要あるのかっていう話になるけど。さてこの本人とも戦うのか。あ戦うね。プライド紹介ではとりあえずカカロンでいいでしょう。どうするかな。他の方から行った方が良さそうに見える。そうなんでね、バトルマスターじゃなかったんでね。まあそれでも大ダメージは受けないな。全然ダメージ受けてる気がしないし、もうあっさりと倒し終えそうなんで、どういうことはないでしょう。まず一体倒して、タイガークロー食らってもたかが知れてるんで。とはいえそっか、なんかやってきてるね。ゴールドフィンガー、せっかくの防御とか上がった状態が。ああこんな技追加されてるのか。1000ほどダメージ。また多分ね、新たにバージョン5になったら技とか追加される可能性もあるからね。そこら辺もまた把握するのは結構ね大変だよね。もうほとんどボディーガードを呼んだ、ほとんど情報とか集めてないんで、実はもうよく分かんなかったりする。どうなんだろうな。もうカカロンやめてバルバルあたりでで、チャンス。この辺りで一気に持っていけるでしょう。かわされた。ちょっと与えて、信頼爆弾もやっといて。なんだろうな、あれだ、なんか幻影状態になってるね。これはかわされるわな。特訓にはならなかったということは、もうレベルはやっぱり結構低いんだろうね。これでどうなるか。また2話目3話目もこのキャラが出てくるような感じもするけど。あっさりと最初からこれやっとけばいいんじゃないかっていう気もするけどね。なんだろうな、別にジュニアが特殊だからおびき寄せたというわけではなさそうなんだけど。あこれ黄金のパラディンが来てんじゃない。ここでズーボー復活とかないか。さすがにちょっと期待したけどね。実は女装したズーボーとかね、そんな話だったならば黄金のパラディン盾となるもの。言うと思ったけど、なんか全然服装が白い色になってるね。グランドネビラ、これ使うと黄金になるとかそんな感じでもなさそうか。さあこれをってなんだろうな、何かもらえるのか。毒消しそうで毒が消えた。これ髪型とかは
他のプレイヤーもこれ同じような髪型なるのかな。なんかあまり見たことない髪型のような気がするけど、特殊なね髪型のように見えなくもない。ガートラントの兵士に引き渡そう。あとアーマーもあまり見かけないというか、あまりねそこまでがっつりと装備関連見てるわけじゃないから、もしかしたらあるのかもしれないけど、あ、特殊な気がするよね。まあ、今後バージョンアップでね追加されるとかもあり得るしね。さて、あんな風になりたいって言うんだろうね、やっぱりね。うん、一人で帰ってくね。じゃあまた部屋に戻るのかな、さっき集まった部屋に。じゃあ移動だけやっときます。では戻ってきましたので早速帰りましょうか。うん、マグナスって誰だったっけかな。これマグナスの部屋なんだけどね、その肝心のマグナスがいない。さて、これで俺、あ、情報量も返してもらえる。ゴールドストーン、まあ大体1000ぐらいか。そのまんま返してもらったかのような状況だけど、これでまず一つ目がクリアとなっています。グランドネビリスト、うん、ズーボーの話出てきたね。ということで多分これで一つ目が終わりだと思うけど、この女性いるね。これなんだろうな、え、ひょっとしてズーボーがズーボーがなんか来たような、乗り移ったか何かは分からないけど、なんで色目使ってるんだこれ。ズーボーだったら気持ち悪いんだけど。これ家を選ぶと、お、あー、なるほどね。まあどっちも変わんないかな。大人になったジェニア、どうやってまた時空を、ズーボハンを救うタイムリミットに。石化を解く奇跡の道具ストロスの杖を手に入れた。あー、なるほど、粉々に砕けていた。そっかそっか、ズーボはどこかになんか置いてったとかそんな感じだったのかな、確か。だがなんで大人になったこれが今ここにいるのかって話でね。時渡りちょっと待ってくれよ、なんかすごいのが出てきたぞ。なんだろうな、妹かなこれ。蹴ったね、力を持った人。博愛の日まで来てほしい。確かのろし台があったところだと思うけど、これでまず一つ目クリアとなりました。どうなんだろうな、妹とかも出てくるのかな。戦歴でクエストリストで、これでまた博愛の日まで行きましょうとなっている。ざま、のろし台。では今回はこれで終えて、また次回以降やっていきたいと思います。
続き興味ありましたらまた次回もご覧ください。ではでは。